すごい、めっちゃ暗い、めっちゃ暗い。よいしょ。ログ部は撮ったかな。ログ部は撮った。今日は髪の毛暗くした。思いのほか暗いね。なんかこんな暗くないよ。なんで言い訳か分からんけど。正午イアン、レフ版ミッキー、ヨッピー、ひろあき、西東京太郎、トモ、サバババ、星星、昨夜かふうくん、金融家人、スーくん、レモ、市民の無理、リンタロ、ミヤルン、川まさぷに、ひろあき、コーン、パーマくん、レフ版、モグ、ポケハル、川、レフ版、プレリ、キャスパー、ナイくん、正午、ドラッキー、ブルブル、正午、エイ、西東京太郎、かつめしがちゃん、キャスパー、ダイくん、シュン、プレリ、トモ、BO、西東京太郎、シガーちゃん、ひらき、かわいありがとう、中雨、昨夜か、エイン、ハットありがとう、ミサイル、トモ、秋雨ありがとう、イアン、おもちゃありがとう、トモ、秋雨ありがとう、エイン、ハートありがとう、道秀、西東京太郎、エイン、明石、タクト、道秀、ブリリ、上太郎、ミッキー、道秀、ノート、パジャマじゃないです、エイン、ハート100個ありがとう、でございます。サリマ、レフバンハートありがとう、プレレ、秋雨ありがとう、キヨタントミ、エイインつかさ、プレレ、こんばんは、こんばんは、普通にお洋服を着てます今日は。うん、そう、髪めっちゃ暗くない？なんかこんな暗くないよ。めっちゃいいけど、こんな暗くないよ、普通にあったらね。よいしょよいしょ、うん、よいしょっと、結構らせた。よいしょ。うん。ひろあき、こんばんは、ありがとう。松屋、こんばんは。コーン、リンボ、ありがとう。でございます。小太郎、いよいよ、ブルブル。小刻み、道秀、松屋。コーン、リンボ、ありがとう。イアン、ヨッピー、金融家人、こんばんは。こんばんは。ジョナさん、こんばんは。めっちゃ暗い。もう1週間ぐらいに、あれ潮の髪染めたってぐらいで明るくなってると思うんですけど、なんか抜けが早くてってなんかゆいさんに言ったの。もうなんか抜けが早くて本当にすぐに抜けちゃうんですけど、じゃあ今回はちょっと暗めに染めてみましょう、わかりました、3はちょっと暗すぎるんで、まあ、ちょっと3よりも染めないぐらい、4よりも染めないぐらいにしましょうって言って暗くなりました。そう、トモかわいい、ジョコありがとう。ありがとうございます。ミオルン似合う、ありがとう。コーンかわいい、ありがとうございます。あ、かわいい、ありがとうございます。ヨッピーかわいい、ありがとうございます。ウシ、西東京太郎、ワイの秋雨つけてる、秋雨、ほんとだ、ドラッキー、秋雨ありがとう、ミヤルに似合う、ありがとう。コーン、レインボー、ありがとう。ひらき、かわいい、透けてますね、こちらもありがとうございます、ありがとうございます。とサバは秋雨ありがとうございます。プリリも秋雨透けてたかな、ありがとう。レヘバもハートありがとう。西東京太郎、かわいい、ありがとう。ユッピー、尊い、ありがとうございます。パーマくん、ちんたん、こんばんは。おー、デデイ、パジャマズ、かわいい、パジャマじゃないの、これ私服なの。ひどい、着替えようかな、じゃあかなちもる。あやい、ドラさん、ありがとう、かなち、いいじゃん、待ってね、ちょっとちーくん塗ろう。うん、ハート投げてないのに。めちゃくちゃだよ、ほんとに。あく、こんばんは。まさぷに、アレクサ切った。マムくん、秋雨ありがとうございます。イアン、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。タカ、こんばんは。ねえじょ。パジャマじゃないよ。もうなんか悲しすぎない？今日、パジャマじゃない。めっちゃ言われるんだが、今日パジャマですかって。うん、岩井ルームさん、こんばんは。カパエル、こんばんは。ぐっちゃん、こんばんは。こんばんは。
よいしょ。前髪巻いてないんだ、ちょっと。よいしょ。うん。ということで、こんばんは。11時を過ぎた、もう12時になりかけの今日この頃、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。シマナちゃんはなんかちょっと新しいコスメゲットしてきたんやな。今日は B アイドルさんで涙袋のやつをゲットしてきました。うん、よいしょ。うん、岩井ルームさん、ほらありがとうございます。スマルトとナック、ありがとう。イアンレインボーありがとう。ありがとうございます。あのさまあなんか最近ブルーロック見始めたわけですけど、多分私ナギが好きなんですけど、まあまさかのね主人公じゃないゾーン来たんですけどね。卵ってさ誰推しだっけさ、卵さ推し聞いてたんだけど、なんか氷馬くんが好きって出してたけど、もう一人推しいるじゃないですか。推しかぶりしてたらどうしようと思って聞けなくて卵って誰推しかみんな知ってますか。トモレンボありがとう。ヤス、ツノジ、ゴキザリ、テデイ、アイビルドゥ、シーマナテデイ、スーン、ネクストイク、アイビルドゥ、ん？なんて言ってる？なんて言ってる？変わりは愛情で勝つ。やって無理。いやだって無理だよ。殺せないよ。聖人こんばんは。うん。髪染めたの。大丈夫です。すぐ戻るから。みんな結構あれじゃ茶髪のが好きでしょ。大丈夫。戻るから。安心して。黒染めはしてないので。うん。いやいや、あのね、かぶる、押しかぶりはね、やっぱり、なんて言うんだろう。気まずくなるんよ。ウェイホントこんばんは。ふこふこまりこんばんは。うん、ね、誰推し、誰推しなの卵で、なんかさ聞くに聞けなくて今、うん、タカこんばんは。ふこふこまりこんばんは。うん、いや推しかぶりはね難しい議題ですよね、やっぱり。あ、え、すごい涙袋。なぎってどう思う？なぎってどう思って送るの私え、どうしたの急に。お母さん、なぎがね、かっこいいってさ、口走ってたのよ。これは、どうしようって。なんか、口走っちゃってて、こう、え、卵のしだったらどうしようって。引くに引けないし、こっちも。すごい。そう。誰か卵に詳しい人いないんですか？ブルーロックの、ブルーロックの推し知ってる人。うん、白玉大喧嘩勃発よ。めっちゃキラキラになりすぎ。こっちと赤いに入れよう。なんかいろいろあるからね、やっぱ女の子だからね。ミッキー、ブルーロックの卵の推しって何ですか？ともひろ、ありがとう。年越しそば。ありがとうございます。ひらきかわいいジャックありがとう。ありがとうございます。いやん、かわいい。ありがとう。間違えた、ぜんざいだ。どういう、ごめん、ぜんざいだった。申し訳ない。うん、卵の推し聞いてるの。なんかさ、どっかで写真とかあげてないかなとか。でも絶対ストーリーとかだと分かんないじゃん、消えちゃってるし。氷馬くんしか分からんのよ。だからでもバチェラーじゃないこと分かってんの。もうガチャガチャずっと引きまくって3回連続でバチェラーしてて、バチェラー3個もって言って、1個はいいけど3個はって言ってたから、だからバチラじゃないんだよ。私バチラ好きなんけ結構。うん、赤いロン毛が氷馬、氷馬くんだから。もう一人が誰なんだろうって。そう。え、マジマさんってエゴさんなの？マジで？え、めっちゃ面白い。うん。
なんかストーリーで、いや分からんって、もう一回そのストーリー発掘してくれん。どうしよう、卵の親友のはずなのに分からない。えじゃあ本当にこれは卵の親友なのか。よいしょ。卵の寝顔スクショしたことないよ。スクショ写真撮ったことないですわ。うん、さすがにないな。よく寝るけど一緒に。ちょっと待って、お茶茶が今日ないわ。お茶茶ないわ、忘れたわ、最悪。マジで、直樹さん、初見さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。元ラストアイドルの白石萌音です。こちらのハートマークピンクにしてやってください。萌音きこんばんは。ジャリボーイのなっちゃん、おはしまな。うん、お泊りした時寝言でお城の名前言ってなかったかな。うん、卵にファンの人が私凪のこと好きそうって言われたけどどう思うって聞こう。めちゃくちゃ卵ちゃんに赤色着宣伝してもらって、めっちゃ面白い。レッツこんばんは。じんたんかわいありがとう。だからでも配信始まるさ、てかもう配信時間ぐらい、もう配信始まる30秒前ぐらい前 LINE してたんだけどさ、聞けない。マジで聞けない。誰好きなんですかって聞けなかった。ジンタン通ってありがとう。ね、かぶったらもうね、諦められないとこまで来ちゃってんで、今もう申し訳ないんだけど、ジンタン似合う。またでもスータンこんばんは。うん、そんな深刻だよ。すごい深刻だよ、みんな分かってないな。本当に押しかぶりは大変なんだからな。かぶりは伝票で殺されるんだからな。なんとかなんとか、ちゃんちゃらちゃんちゃらちゃん、あ、ジョータロー、あきやめありがとう。ジョータロー今噛んだ。ジョータロー、ね、そんな子最近さ、あ、でもやっぱ目がなんかさ、最近さ、カミカミで、なんか話したいこととなんか口の回転数が合ってなくて、なんか話したいことが先走っちゃって、なんか言いたいこと全然なくて、あ、みたいななるんだけど、何これ。ゆなづきこんばんは。まきまきこんばんは。埼玉山添こんばんは。まこだらけこんばんは。ゆなづきやほー、言葉がついてこない。うん、桜の木になりたいさん、こんばんは。元ラストアイドルの方です。髪黒くした、髪黒くして新しいお洋服買ってきたの。もうね、めっちゃ清楚系だから、ちょっと明日見てほしい。明日見てほしい、マジで。超清楚系の女子だから、本当に。乃木坂さんの後ろの顔面ちょっと何お面してこう踊っても分かんないぐらい、髪の毛と服は馴染むぐらい清楚だから。顔ちょっと無理だけど。てる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 なんだ今日。しゅんこんばんは。 ASN さんこんばんは。みやちこんばんは。うん、のおはじまな。もう今日しゃべるしゃべる、携帯どこやった、それで。あー、もうちょ、ほんとにお茶どこやった。ないよ。オーマイガー、オーマイガー。ちなみに今日も声は若干ハスキーです。あ、ありました。携帯ありました。お茶はないです。うん。そう。何色なのそれ？ブルーアッシュ？ブルー、いやでもブルーすぎないアッシュ。うん。そう。待って。みんな卵の推しを探りに行こう。誰が好きなんだって。うん。卵は誰が好きなんだろうな。なんか。人形と通所とか撮ってくれてないかな。あ、今日なんかツイートした、なんか拾ってくださいみたいな、あれはもうタワゴプロデュースの写真なんで、久保田さやかちゃんにいろいろプロデュースしてもらって、本当にね、面白い。すごいプロデュースしてくれるの。持ってないな人形。なんか縫い持ってたりしてないかな。ネイト写真撮っててください、お願いします。10月まで遡ったらさすがにもう写真出てこないよな。愛しなもん、ミニオン持ってる、ミニオン持ってるけどそれは違う、ブルーロックじゃない。
うん、卵ちゃん以外の人のお芝居よりはいいよ。え、いいよ、卵とはやっぱさね、トレーニング交換したいじゃん。髪色ちょっと黒くなった、やば、押しかぶりじゃん。ちょっと待って、やばいわ、マジでやばいわ、ごめん、卵とアブルロ公演できないかもしれん。公演寺さん、おはじまな、こんばんは、やばいわ、もう応援できないかもしれない。え、しまな、押しかぶりなの、え、ごめん、そんな気じゃないんだよ、卵。でも卵の方が好きだから、卵の方が好きだから安心してっつって。めちゃくちゃだよ本当に。どこだよ、どこだよ、写真フォルダねえよ、よいしょ。いやマジでわかんない、誰推しなんだろう、本当にわからない。うん、え、そう、なぎくん、なぎくんが好きなの。久保田さやか、あ、ストーリー上げてんぞ、これは、あ、神社に行ってきたって、全くオタクを匂わせてこない、わからんわ本当に、この写真だけじゃ卵がオタクのことなんて一切わからない。あ、ないの本当に、わかんない、氷馬だけじゃん。最近街中でブルーロックをたくさん見かけます、嬉しい、氷馬とのパネルしかないんだが、わからない。絶対卵なぎだと思うんだよな。りょう、あきおめ、いっぱいありがとう。あきおめ。りょう、あきおめ、ありがとう。東京大神宮のあたりありますね、東京の水道橋とかの辺ですね確か、東京の恋の神社、去年あのコロナが流行って入れなくなってました、かわいそうに。てかさ、私思ったんだけど、昨日さ、これ、あ、ごめんなさい、これ愛宕神社のお守りなんだとか言ってさ紹介したやつ、これさ東京大神宮だわ多分、これ、このハート、もしかしたらワンちゃん、自分の顔薄すぎて今びっくりしちゃった。しおな髪の毛欲しいです、マジでやばいねそれは。うん、まこかわいい、ありがとう、今のしおなかわいい、ありがとう。今日うるさい。ありがとう。言い伸ばし、まあ、水伸ばしから一回歩いたから、水伸ばしのイメージだった、言い伸ばしだって、言い伸ばしね、なぜか水伸ばしから歩いた。うん、ありがとうございます。あや、かけはた、ありがとう。以上。なぎかな、もうなぎだった場合も本当にごめんねって感じ。マジでごめんね、卵って。うわ、待って。なぎっぽいですね。非常になぎっぽいですね。もうごめんなさいだわ。押しかぶりだ、これは。うん。大丈夫ね。おたかつは、おたかつは、ここでもできるから。よくない、本当によくない。純な優奈さんかな、こんばんは、ひらかちゃん、やっほー、えい、浮気してんのか。あ、赤黒コンサ、こんばんは、カブ、マイルド SS、 マコ、びっくりマーク、西東京太郎、プリリ、こんばんは、プリリもこんばんはされてる、ウケる。フライン、あきおめ、あきおめ、そのタイミングできたらね、そうなっちゃうわけよ。ありがとう、あきおめ。ありがとうございます。シャンナが匂わせそうだね。静かにしとくわ。おとなしく。つつましく。女性らしく。プリリピラニー、こんばんは。いや、でも、ナギでしょ。あれ。ナギ好きになるでしょ。だって、可愛いもん。あとは、ニコくんが好きです。ニコくんは声優補正です。カイラ、こんばんは。うん、いいじゃん、
ダメージナースこんばんは。面白い。ナギか。ナギね。最高レートだね、ナギは。かぶっちゃったか。全然意識してなかった。全然。ぼーっとしてた。よくなかった、それが。あだとなりました。うん。え、フォローしてくれんの？桜の木になれて。ありがとう。ミミこんばんは。忘れるキャラの話してるときめちゃくちゃキラキラ、マジで。なんかね、ナギあのブルーロックという話をしよう。 まず何か分かってない人いると思いますけど、あのブルーロックっていうのはサッカーの漫画でして、マガジンから出ている漫画でございますね。でございまして、なんかサッカーの、なんか日本のサッカーは弱い、ワールドカップで優勝したことがない、だから優勝するため のチームを作る、人を育成する、そのためにブルーロックっていう青い監獄に閉じ込めて、で300人 の男の子たち、18歳までの男の子たち閉じ込めて、その中で全員を倒して頂点に立った一人がその人になれるっていうね、誰がその一位になるのかみたいな、まあ私の中では多分潔くんっていうね主人公の子がなるんだろうと思ってはいるんだけど、ワンチャンもしかしたらなんかその11人、トップ11人が私の中ではね何結局はチームになるんじゃないかなって思いながら、まだアニメ自体も始まったんですけど、漫画も完結してない状態なんでやっております。うん、ダメじゃなくてグーグーありがとう。ハムキアキアメありがとうございます。うん、っていうので、で私のなんか最近ちょっと可愛いな、好きだなって思ってるのはナギくんっていう子なんですけど、ナギくんはなんか何だろう、何考えてるかいまいちよくわかんないし、自我がないような子なんだけど、なんかサッカーをやって、なんかだんだんねこう自分の中で意思を持つようになるの。そういう子が好きなの、私、赤ちゃんみたいな子が好きだから、だから可愛いなぎくん自分の気持ちがあるんだねみたいな気持ちで見てるんですけど、うん、名人こんばんは。西東京太郎ありがとう。西東京太郎ごめん、天神さんなんですけど、天神さん太郎なんです、本当にごめんなさい。なんかそう、赤ちゃんみたいな子が好きだから、からもなぎくんは私のなんかこう好きポイントをね、こうツンツンツンついてくるから、だからなぎくん好きだなってなってるんですけど、まさかのそれがもうマブで大親友の久保田沙耶香ちゃんと押しかぶりしてそうな危機がありまして、マジでそうなったらごめんなさいなんですけど、うん、ふうのむとみこんばんはっていう感じで生きております。マジで本当になんか、いや可愛いの、もうなんか本当赤ちゃんだな、赤ちゃんだなって、バブタンなのバブタンなのねって言いたくなっちゃう感じの可愛さです。はい、低子が好きです、私基本そういう子が推しになります。生さんは先日結婚された島崎信長さんですね。先日、マジで先日、本当1週間も経ってないぐらいなんですけど、結婚された島崎信長さんが声優さんをされております。さっき調べたの私まだね、私も実は漫画しか読んでなくてアニメまだ全然見てないから、だから声誰か知らなくて、全然さっきナギ可愛いなと思ってイラスト調べた時になんか声優って出てきたから、それで知っただけ。うん、そう、ポルポルこんばんは。うん、誰だっけ、一本人女性じゃないですか、ちょあまり詳しく知らなくて、なんかニュースになってるから知ってるぐらい。うん、川さん、わじまな、卵が燃えてくるの。卵ね、結構自立しててね、なんだろう、ちゃんとしっかりはしてるんですけど、なんて言うんでしょうかね、なんか甘、なんだろうね、甘えてくる、なんかしまなってか、なんかその甘えではないですけど、なんて言うんだろう、結構しっかりしてます。なんだろうな、なんか本当可愛い、本当に私がずっと可愛いくてずっと見てたいなって思いつつも、めちゃくちゃしっかりしてる。うん、彼女は私が道を間違えたらそっと「島名そっちじゃないよ」って教えてくれる。そんな子です。うん、裏側に見てるよ、私アニメまだね3話ぐらいしか見てないんだよね、ネタバレちょっとダメ。松漫画読むって感じなんだけど、そう、なんかね道案内とかしてくれる結構。なんか島野の Google マップ結構バグってるんだよね、なんか全然違う方向連れて行かれるから、だから「え、私の GPS あっちなんだけどさどう？」っつったら「え、あっちだよ」みたいな、よくある。うん、そう、うん、推しの道を間違えちゃう、やばいな、もう今から推し寄せはできないな、凪くんが好きになっちまったから、恋とは唐突なもんよ。そう
そう、うん、潮の方向地じゃないから、あの慣れた道とかめちゃくちゃ得意なんですけど、なんか初めて行く場所はなぜか Google マップがなんか機能しない。鬼民こんばんは、千なりなりきんさん、ほらありがとうございます。カイザーやっほー、おぎつきちまな。うん、弊害がある恋の方が盛り上がる。やっぱ敵大事。あー、マブにして敵なのか、恋的。私敵になるほど別にそんな、なんだろう、まだそこまでのめり込んでないかもしれない。うん、やっぱ鬼滅始まるし急にいなくなるかもしれん。うん、谷777こんばんは、スーサイダンタカちゃんこんばんは、しっかり者だって我ままな。え、なんだろう、なんか結構なんだろうな、なんかまあしっかりはしてるんですけど、自分でも言うのもなんですけどなんだろうな、なんか割とまあなんだろう、割とまあまあ普通なんですけど、なんかなんだろうな、なんか卵の前になると割ともうポケポケしてる。もうダメだってなる。ごめん卵、私もやっぱ今日ダメだ大丈夫だよっつって、ありがとうって。うん、トリップ始まんの。え、待って待って、何が報酬者こんばんは。え、そう、キム救急、完熟も、あ、キム君救急、ほらありがとう。完熟ヴァンパイア、おはじめな、黒髪こよ、マジありがとう、好き。うん、のたこんばんは、あまぐり、ねてるくんこんばんは。うん、え、なんだろうな、なんか卵のことは多分めちゃくちゃ私が頼りにしてるから、結構任せちゃう、身を。自分ができなくてもいいや卵いてくれかいいやみたいな安心感がすごい。そうけど、なんか妹と一緒にいる時とかはしっかりしなきゃと思うから、ちゃんと水とかもちゃんとやるそう、ひくたろこんばんは、カローキティさんこんばんは。うん、私でもね、夏目はねあんまハマんなかったんだよね。夏目友人帳でしょ。うん、なんかあんまりちょっと妖怪系はちょっとハマらんかもしれん。あれもブーストとかもあんまハマってなくて、なんかちょっとなんか難しいうん、そうなので多分見ないと思いますけど、はいそう、うん、なんだろうね、なんかもう本当にでもなんか見なきゃこれは知っとかなきゃみたいな感じで見てますね、いろいろ。アレクサ切った、うん、7日から通り部に来、ええ、あ、そっか、1月か、もう 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6 そうだね、そうだね、そうですよね、春クール 1,2,3 ですよね。うん、次狙ってるアニメないんだけど、なんか ラノベのなんか文庫する前の、なんか文庫版になる前の、なんかなんだろう、文庫本になる前のスカウトされる人たちの小説読むのがめちゃくちゃ好きで、私でちょっとマニアックな趣味があるんですけど、富親ちみのちゃい、星野キャラメルこんばんは。うん、なんかラノベが結構好きなの、なんか転生系とか、なんかなんかちょっと王室系とかがすごい好きで、しがみかずこんばんはね、なんかすごいそういうのが好きで、なんかそれが文庫化とか漫画化される前の、なんか本当になんか素人さんとかが書いてる、まあ、携帯小説みたいな感じですよね。ああいうのを結構なんか漁るのがすごい好きで、私ね、すっごいいい作品見つけて最近、でもなんかもうそれが読めたくてうすうすしてる大ちゃんこんばんは。うん、セガミこんばんは。テスラ正月も、あー、テスラ見に行かなきゃ、明日見に行こうって。私は土曜日なんだね、なんか土曜日あんまり行きたくない、なんか混んでそうだなと思って、なんかね、平日のレイトショーとかさ、なんかそういう時がいいなって思ってしまうんですよ。うん、もう年もいったもんで、そう、若い子たちの見るよりもなんか落ち着いた子よ夜とかがいいんですよ。うん、西東京太郎、おひちゃんありがとう。将来それ売れた時子さんもと取らないけど、実際本当にされたやつがあって、私これ絶対漫画化されるなって思ったら本当にされて、なんかなんだろう、普通に嬉しかった。うわー、すごい、絵で見れるんだこれがって普通に嬉しかった。なんか悪役令嬢系なんだけど、うん、
青菜炒めこんばんは。まきまきおもちちゃんありがとう。ありがとうございます。久保玉が24時30分から。え、あとちょっとじゃん。あと15分後。13分後。うん。マッケのガチ恋 DD さん。おかしいもんな。うん。おぎ、まるちゃん。30分ありがとう。ありがとうございます。いや絶対絶対にあのナギだと思う。もうナギだと思うわ。ナベちゃんこんばんは、うん、こっそり応援するわ。ごめんね卵って。もうナギ好きな気持ちはもう止められないからって。卵の前でアピールはしないけど、申し訳ないけどちょっとあの家の、あの神棚に飾らせてもらうわっつって。うん、そう、うん、あ、キサキ、お、え、どうした、名前変えたん。うん、西東京太郎、もちちゃんありがとう。ありがとうございます。今日も元気に生きてるわけですよ、私は。じゃあ、おじだなって。うん、そっか、そういうこともあるよね。うん、よいしょ。あろ、ヤッホーン。うん、もし被ってたら押しかぶりって伝えても、え、ダメでしょ、ダメで、隠して、あのこうなんかひた隠しにして生きていくから、私は。うん、何ちょいと失礼な感じなの。どういうことよ。山手線池袋か大崎まで、え、大崎明日まで。あ、そうなんだ、運休なんか言ってたわ今日。うん、まあ、今日案の定池袋いたんですけど、言ってた気がするわ。うん、期間限定 TikTok の名前に。あ、そうなの。うん、隠した方が卵にとったら嫌じゃない。え、何、ね、それはなんか何なの、浮気を隠してたことが辛いみたいな、そういう感じ。めちゃ悔しい。うん、この辺じゃ卵こっそり見てるだけ。え、見てたら見てたで、もう卵好きだよ。卵の大切な24時間、人生の1日の24時間のうちのその数分を私にくれたっていう。少しのことが私は嬉しい。やば、だいぶやばお得じゃん。卵かわいい。そう、流星こんばんは。夏美味しかった。シーマの浮気した街美味しかったですか。うん、だって自分の彼氏のことひそかに友達が好きだったら嫌じゃない。自分の彼氏のことひそかに友達でも好きって気持ちは止められないからね。うん、それはなんだろう、盗むとかはさ、ちょっと例えば私が私のこと応援してくれてる人をこっそりとなんか、まあね、そのそそのかして、私、ね、私の方好きになってよみたいな言われたらそれは嫌だけど。ね、けど、いや、言わないのは全然いいですよ。うん、うん、シーマのたもしですって言ってたファンが推しがたくさんいた時みたいになるよ。なんだよ、ひろあき、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。うん、そう、まあそそのかす、なんかそそのかすもさ、なんか方法があるじゃん。あのラサイメンバーとかはないけどさ、わかんないよ、もしかしたらさ、ねえ、よいしょ、すごいいろいろあるかもしれないじゃん。ああ、やだやだ、お茶飲もう。よいしょっと、何かお茶買わなきゃ、もうなくなるわ。よいしょ、ゆっくり焦った。嘘、塩直し、やめとけやめとけ、それは。そう、あ、踊るさん、初見さんだ、来てくれてありがとうございます。元ラストアイドルの白石もなです。こちらのハートマークピンクにしていってください。ありがとうございます。うん、卵取られたら卵を人に、え、切れるね、それは申し訳ない、切れるわ。うん、私の卵。うん、ゆうゆうかわいい、ありがとう、とってもありがとう、ありがとうございます。いや、卵好きだよ。卵大好きだよ。うん、そう、うん、私も卵だからね、みんな取るなよ。うん、めっちゃ頭の回転早い。早くないよ。早くないし、なんか頭の回転、
なんかそう言ったんですよ、さっき頭の回転っていうか、 なんか言いたいこととか話したいことめちゃくちゃあるのに口がそれに追いつかないっていう地獄みたいなことが起きてて、今だから私が頭の方がすごい回転してて、あもうこうやって話したい、こうやってね、もうこの話をしたいって思ってんのに、なんかドドドみたいになっちゃうの今。マジで口がついてこないの本当に困ってます。はい、マジ悩みです今すごいなんか卵と話してももう話したいこといっぱいあるからさ、喋ってんだけどすごいもう初めてやったんってなってんのやばいよね本当に酒もカフェインも入ってないんですよ今日、早く寝たいからそう口あと5個ぐらい欲しい、マジで超カミカミ、噛んだ上にその次の言葉にもうすでに言ってるから、もう何言ってるか自分でも分からんのよ、うん、うん、なんだろうね、なんか、うん、頭いいのかもしれない、先に頭の方がこうやってプルルルルルルルとしてるかもしれない卵の配信見に行くいや配信もしてるからね私、うん、なでさ卵のことさ、あのなんだろう、あの調理してない卵って書くのめちゃくちゃ面白い卵、そう人の話あんまり聞いてないですはい聞くよ、話されたら聞くよ、全然ちゃんと1対1で、今な悩みがあるんだって、そっかどうしたのって聞くようん、流星あきおめありがとうございます、いつも夢バキバキ、マジえなんでか分かる、今日二重が治ったからだよなんか深かった二重が、あの細くなった、目がちっちゃくなったって感じ、うん、分かる、いつもと目違うでしょこれそう、うん、それ子供なんだけどお父さんが走ったし、あそうそうそういうことそういうこと、うん、いやレンもありがとう、うん、ひらきかわいありがとう、でもなんか中学生の時めっちゃ言われたのが、なんか記憶力のまなちゃんって言われるぐらい、もう事細かにあったこと全部覚えてるの、小学校の運動会の朝のあの時に誰々がああやって話しててすごい面白かったよねとか、となんかあの卒業式になんかなんとかちゃんこうやって言ってたけどってすごいあれ良かったよねとか、運動会のあの競技覚えてる、すごい楽しかったとかめちゃくちゃ覚えてて、すごい記憶力って言われたから、だから人から話されたこと結構覚えてる、うん、いや開き顔言ったかな、ありがとうございます、うん、確かラスオールで人の話聞いてない人何件入ってたっけ、入ってたマジ結構聞いてんだけどなちょっと最近上の空になりがちかもしれんでも、うん、そうやってそうやって覚えてると怖いって言われる、怖い、なんで覚えてんのって言われてた、うん、喋りの才能すごくないですないです、うん、風流がいい、うんちょっと怖い、いやだいぶ怖い本当に、あ田中さん、田中しげなヤホー、うん、なんだけど、でも怖いのがラスアイの記憶が一切ないってのが一番怖いのなんか怒涛に駆け抜けすぎて、なんか多分かキャパシティと多分なんだろう起こっていく出来事が多分合ってなかったんだよね、あの時本当になんかこういろんなことがありすぎて全然覚えてなくて、ラスアイの時のこと怖い、うん、島のリアルトークしたいよね、マジでしたい、いつできるんだろう、うん、占いであなたは人の話を聞いてるで聞いてない、または最後と最初と最後しか聞いてない人めちゃくちゃ面白いじゃん、うん、そう聞いてるんだけどすぐ自分の話を始めるから聞いてないって言われる、あそういうことね、うん、好きあらば自分がたーりね、えいまらちゃんありがとう、ありがとうございます、よすこんばんはじゃあちょっとトーク会ね、残しぐのり最近来てなかったよね、どうした忙しかったか、うん、ありがとう来てくれて、そうでもそういう感じ、ただ人の名前を覚えられないの困った、困ったさんうん、そう下田と話すと多分1対9で下田の9な気がする妄想、私でもめっちゃ喋る、あの聞くよ、うんうんうん、家でマジで聞き手なの、もうなんかシーママずっと話してて、仕事で会ったこととか、あそうなんだ、あそっかって、それね、あそれ昨日も聞いたけどね、うんあそっかそっかって聞いてるから、うん、自分の話は一切しません
仕事だった話とかもうほんと嫌でしない、うん。なおさん、こんばんは。初見さん来てくれてありがとうございます。またガスタイドルの白石ものです。こちらのハトマークピンクにしててくださいそう、えい、だるまさん100個ありがとう、ありがとうございます。とよやばやばざわセブンさん、こんばんは。卵とは聞き役、卵とはわかんない、ゴーゴーだと思ってるけど、ゴーゴーぐらいここかな。ただね、めっちゃ面白いのが卵と二人でいるじゃないですか。最近全然意識してなかったんだけど、ご飯食べてるじゃないですか、こうやって美味しくね、二人で。でももう食べると二人ともご飯に集中しちゃって無言なの、ずっとちょっとあ、分かった、なんであれ無言だったか。私ずっと喋ってんの、いつも喋ってて、卵も喋ってて、ずっと喋ってるんだけど、私が多分お腹めちゃくちゃ空きすぎててずっと無言で食べてて、これ食べるの早かったの、めっちゃ、うん、そうなんですよ、うん。だからすっごい無言だった。一緒にユニバ行ったんですか、かないけど、ご飯食べてる時めっちゃ無言で、で無言すぎて笑うのめっちゃ無言じゃんみたいな、そうぐらいマジでお腹空いてた時美味しかったです、ご飯。もうご飯中止、卵がね、うん、ある人が言ってたけど、ユニバはユニバはなんだっけ、大型フードコートって言ってたそっか、大型フードコートか、じゃあいっぱい食べようっつっていっぱい食べてました。うん、美味しかったです、すごくそう、うん、食べるか喋るかどちらかしないと支持される人なのいや私でも結構向こう、あ、そうだ、あんま喋んないで食べててもめちゃくちゃ食べんの遅いの、そうないけど、もっと優しいしありそう。卵が持ってるよ、結構通称。うん。ねだってみて、出てくるかもしれない。そう、結構取ってくれたから、ありがたき。卵が、しまな、前に手出して。しまな、ほっぺたに手つけて。全部アドバイスしていただいてくれて、やっておりました。そう、ねだよ、999999、こんばんは。こんばんちゃ。えん、結婚してん。いや、結婚してる。うん、えん、かわいい、ありがとう。ブサイクだった今、ありがとうありがとうございます。あとハートもありがとう。島田の秘蔵写真っていうか通称ね、多分持ってくれてる、結構。私もまあ何件か、17分前に LINE 来てんだけど、びっくりした、卵からさ LINE 来てで今めっちゃびっくりしたでめっちゃびっくりした。今日こんばんは。いい旗ありがとう。待って、送料ミスたかなと思って。めっちゃびっくりした。ドキドキした。あ、だらけ、今日ありがとうございます。うん、今日ツイートしてた、拾ってってやつ、あれは無理ずるい。あれはもう卵がやってくれたんです。しまな、もっと近めで写真撮って。しまな、遠くから撮るよ。プロデュースバイ久保田うん、今日かわいい、ありがとう、ありがとうございます、尊い、ありがとうございます。うん、ハスキー、なんかハスキーまだ治りきってないんだけど、でもちょ、この声気に入ってる今あ、超大人じゃない、大人の階段登るって感じじゃないそう、卵ってあの元ラストアイドルのメンバーの久保田彩香ちゃんなんですけど、一緒にね、数日前、2日前に、あの1泊2日であのユニバーサルスタジオジャパンに行ってきたんですけど、2人とも年発持ってて、うん、そう、うん、リスト来たらグーグーありがとう、ありがとうございます。で行ったんですけど、まああのホテルもね、安いとこでいいよみたいな感じで、もう寝るだけだしみたいな感じで、いつもねシングルベッドで2人で寝てるから、まあ1個でいっかって思って、そしたらセミダブルだってちょうどよかって、もうマジで眠くて、まあ、1日目堪能したんですけど、もう疲れすぎちゃって、なんかね1日目卵がさ、まあ結構始発とかで来てくれたんだけど、でも到着時間やっぱり大阪、新大阪になると、まあ入園時間が若干遅くなるじゃないですか。7時45分くらいからしてユニバーなんですけど、うちらが入ったのはまあ9時過ぎぐらい
だったんで、まあ、ちょっと遅くなっちゃったからなんか今日はゆったり行こうね、明日ガンガン行こうねみたいにしてで、ね、そうだねとか言って二人でお昼過ごしてなんか いっぱいご飯とか食べて美味しく過ごしてたね。最後の方なんか火ついちゃった私、もう卵これまだ空いてるよこれまだ空いてるよって怒涛のラッシュしたらなんかで、あその後サウナ行ったらなんか疲れきっちゃって二人と もう爆睡よ。私本当にもうこのままこうやってマスクしてパーカーのフードかぶってあのここでテープしてもうそのままこうやって寝たの、もう手もスーンってしたままもう気をつけの状態に寝たらそのまま朝迎えてて、大体さマスクとか外してたりするじゃないですか、もう全然外してなくてもうこうマジやばかった、本当に死んだ屍でした。もう卵ちゃん始まった、行ってきていいよ。あ、元アイドルです、きょうさんこんばんは、元ラストアイドルの白石萌奈です、来てくれてありがとうございます。うん、マジ屍だった。膝倉こんばんは、幸せで大阪のトーク会思い出す。大阪のトーク会とかさ、なんか2部始まりとかだとさ新幹線当日入りだったからもうめちゃくちゃ朝早くて早いって感じだった。寝癖全然ついてなかった、もうこのままよ、このままパーカーからちょっとここだけ出てて、もうこう本当にやばかった、本当に寝てた、うん、こいつは生きた屍だって感じだった。うん、おばあちゃんじゃ何日だ、ね、29、30、31、2まで、うん、ナナこんばんは、もし冷凍保存だったよ、もう死体安置所だったもん。はんぺんくんこんばんは、ピルニー通ってありがとうございます。ああうん、当日は大変だ、当日は大変だ、ごめん今さ自分の話したこと何も全て忘れてたの、ポーンってと寝ちゃってごめん、ちょっと待って、すごいポカンとしたもん、私大変だとか読み上げちゃってごめんなさい。エピラペンギンこんばんは、今日下の面白いな本当にマジありがとうピラニーありがとう、センスありがとうございます。今期のアニメ何、なんか通り部始まるって聞いたので通り部見たいと思います。なんだろうな、何見よう、 何が始まるの逆にえあれチェンソーマン2期あれかな、連続ですか、チェンソーマン見なきゃな、ジョジョ、ジョジョグロいって聞いた卵から、うん、1月始まり、アニメとタイムズ神、ほんとアニメとタイムズ神、え、コタロウ一人暮らし始まんじゃん、あれ極秀フードネットフリックスだよね、これは知ってる、始まってた、東京リベンジャーズ、聖夜消す、待ってこれって聖夜だけなの、ちょ待てよ、マジ、聖夜だけなの、はあ、びっくりだわ、じゃあトゥルル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 ポケモンだ、あ、いじらないで長トロさん多分見る、あ、全然知らなかったんだけど、うん、背景見る絶対に。ルシファールこんばんは、つるね、つるねって映画やってたやつだよね、なんか予告見たことある、わかんない、あんま知ら詳しくないんだけど、なんかあれだよね、何っけ、弓道のやつだよね、つるねってやつだよねめっちゃさ鬼滅のさ映画見に行くときめちゃくちゃ予告でやってて、見ようかな、じゃあ、うん、そう、ちょっと待って、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますっていう、あの棒振りっていう、略して棒振りっていうアニメがあるんですけど、まさかの第2期が決まってたっていうね、もう何も知らない自分本当にどうなのって感じなんですけど、マジでやるんだ、これマジで好きなの、見るわ、もうなんか1シーズンで終わっちゃったのかなと思ってさ、すごい面白いのになんでやんないのって思ったら、あるんですか、最高ですね、これは見ます、ありがとうございます。あとは、あ、魔王学園の不適合者2、これさ私1があんまりなんかちょっとハマりきってないんだよね、見ようかな、でも気になる、うん、ぐらいかな、あとはもうほんと今までのやつを全部消化しないと、あ、僕とロボコ結構気になりますね、なんかちょっと絵柄がすごい面白い感じで気になります、はい、うん、転生系何か見る、転生系は棒振りかな、うん、そう、鶴根2期だよ、
弓道だよね。弓道するね。出すだよね。私なんか別のことアーチェリーとか言ってた。ごめん間違えてたかな。すげえ人生楽しそう。ありがとう。ハッピー。てってってハッピー。てれれれラッキー。てってってハッピー。てれれ。毎日毎日お疲れさ。こばこうた初見さん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。またラスタイトの試合しものです。こちらのハートマークピンクにしてってください。なんかいいことあった。東京でなんか東京行ってきたんですけど、今日池袋に行ってきたんですけど、池袋に行ったからといってなんだろう、オタクの空気を、まあ、吸ってきたんですけど、なんて言うんでしょうかね、ずっとなんですよ、おばあちゃん家にこもってたわけなんで、なんか若さ、なんか東京にいる人たちの若さとかなんか活力をね、すごいなんか吸収してきた今日。で吸ってきた。鼻水が出そう。ちょっと待って困った、息できなくなった今一瞬。危なかった。池袋のとこルミネとルミネそしてアニメイト乙女ロード、こんな感じ。なんかなんだろう、すごい吸ってきた。なんか東京東京すげえ、めっちゃ吸ってきた。ああ感じ。なんかもう妹とさ、妹もずっと東京じゃないとこにいたから、東京行きたくないって、昨日もう東京行くしかないよね、髪染めに行こうっつって、で絶対美容室一緒のとこ行きたくないっつって、同じ時間に別の美容室予約して行きました。そう、ああ面白かった。今日も楽しい配信でした。あ、そうそう、終わりにしたいと思います。これ以上喋ったら本当に変になっちゃう。ありがとう。もう本当に活力吸ってで美味しいもん食べて、で美味しかった、非常に美味しかったです。ルミネの茶の間に来ました。ノノお誕生日おめでとう。ハッピーブースデー、ありがとう。あー LINE がちょっと、あ LINE じゃない、 LINE 繋がってたら困るな。 LINE Twitter がちょっと連携されてないんですけど、おめでとうございます。おめでたー、拍手。ルーアーやーこんばんは。あーシマンちゃん活躍だった、ありがとう。じゃあウサインボルトのポーズ撮っとく。なんか今日すごい漫画見たんだよな。いいねしたわ。後で読もうと思って今日いいねしたんだ。なんかすごいね、なんかグロテスクな漫画見つけて、何これ超グロテスクじゃんと思いながらいいねをした。あ、腕立て5000回したら超強くなったんだし、これ後で読もう、寝る前に。気になる。ちょっと見ちゃって4つぐらい見て、何これどういうことって思って、ちょっと気になっちゃったの。マラクアこんばんは、トッティこんばんは。Happy birthday to you. Happy birthday. 小倉さん？え、バズさんじゃなかったっけ？小倉さんだったっけ？ごめん。バズさんでしょ？踊るタコ食べたい。タコの踊り食い。ワンパンマン。めっちゃ可愛いのにアイドルやめちゃったんで、ありがとうございます。可愛いって言ってくれて、アイドルやめたくてやめたんじゃなくて、母体がなくなりました。ラストアイドルっていうのがなくなりました。え、美味しそうだなと思って。え、食料人類、え、全部読んでるよなんか終わり方マジで謎だったけど全部読んでるよ。打ち切りだなと思って。スマホが一番こんばんは、志半ばでなくなりました。たちくん好きせんわな。あれ韓国料理、あれは韓国料理なのかな、なんか新大久保系かなと思ってる。もうね、あんまね、安くはなかった、あ簡単に行けないわと思って。島中いいんですよこちらの TL。 あ、そうなの、ごめん、昨日ちょっと飲んだもんだって、踊り食いしたいの。今食料人類になんからしいね、なんか終わり方が変わるみたいに聞いた。でもなんか一部の方もだいぶ結構グロテスクだったのよ、グロテスクだったのよ。だから2部をもう一回読む気力がもはやない。なんか起きたらね、こうやって、え、なんか食料人類でしょ、めっちゃグロやつだよね。
起きたらなんかすごいチューブみたいなのかって吸ってんだけど、そこから栄養素がこうねすごい肥満になる栄養素がでも吸ったら自我も失って、ですごい食料にされるみたいな話なんだけど、結構むごい感じの話だった。そこからなんか逃げるみたいな、うんうん、サンナッチ、サンナッチっていうの、うん、シーマのインフルエンサーだからありがとう、みんなのインフルエンサーシーマナです。うん、ルンこんばんは。ヤクネバ、まあ、ヤクネバのなんだろう、なんかもっとなんかなんだろう、なんかヤクネバってなんか心理的に心えぐってくるんですけど、なんか食料人類はなんかもう表面的にえぐられるみたいな、うん、なんか表現が結構鋭角というか、なんかヤクネバはなんだろうな、なんかまあヤクネバは首を絞めて殺されるなら、あの食料人類ならあのズタズタに突き刺されて殺されるみたいな、うん、なんかすごいヤクネバ苦しい思いをして死ぬみたいな、うん、なんかそんな感じ、うん、りょうりょうやんパンパンジーこんばんは、うん、ソーリ水がね入れ物持ってるこんばんは。なんかね下野のあの下野の苦手なものはあのなんだろう、実写とかあと洋楽とかあと邦画とか、あ洋画とか邦画であの実際に血が流れてるシーンまじまじ苦手で見れなくて、あの漫画とかアニメとかだと見れるんですけど、見れるわけではなかったんですけど、なんか鬼滅見るためにも克服せざる得なかったっていうなんかまあ悲しき過去がありまして、それで見れるようになりました。うん、水がねこんばんは。食料人類の絵描いてる人、描いてるアポカリプス、あーなんかそれなんか食料人類ハマった時に調べた気がする。うん、千葉らきカトレナ組さんこんばんは、来てくれてありがとうございます。血液検査変な、血液検査全然平気じゃない、死ぬ、もう軽率に死んでる、もうってなりながらやってる。うん、そう食料人類いつハマったの、大学生の時にめちゃくちゃハマってて、本当それこそツタヤで買ったりみたいな感じだった、学校帰りに。うん、いきなりこんばんは。バリバリバリ見ないですよ全く。よく私はだからあれ言ったと思うわ、コロナのワクチン接種マジで3回も本当によく頑張ったわ。うん、どう見ても鬼滅より食料人、そうねぐらい。でもなんか食料人類は漫画だったから血しぶき出ないから、もう固まってんね血が凝固してんのなんだけど、あの鬼滅はアニメで見てた、アニメから入ってる人だから血が飛ぶの、首が飛ぶの、怖くない？どう思う？怖いでしょ。うん、そういうこと。てかもうショールームもう終わりにするわ、寝ます。皆さんも寝てください、ありがとう。もう今日金曜日ですけどね、金曜日なんで皆さん夜更かしぜひしてください。明日お仕事の人、そして学校のある人頑張ってください。下の高校の時は学校あったんで分かるよそんな気持ち、本当になんで土曜日学校なんだろうっていつも思ってたもん。じゃあ13位からいきます。じゅんたん、今日の下の面白かった、面白くて可愛い下の待ちたくありがとうございます。今日だけです、明日来たら多分、あ来てくれてありがとうございます。あそうですね、今日は何の話をすりますかみたいな感じになっちゃう。本当日によって違うよね、困った。そして12位がボリリ、見てみて、クリスマスとか正月に下野のアイコン制作するんだけど、毎年誰一人からも使用していいですかって声がかからない僕かわいそう。誰か声かけてあげてください。11位がドラッキー、卵ちゃんずるいけどワイもマナタンとねにしたい。ええあの本当でも私卵だけは寝れるって感じ。うん、11位が下手に東京たら自主的にシーマちゃんの配信毎日見ます、1年生から待っています、3月ぐらい素晴らしい死活とありがとう大好き。そして10位がじんたん、ありがとうじんたん上がってるランキング、9位がピラニーハスキーピラフ治りません、研修だよね、マジでねマジで治らんよ、マジ2ヶ月ぐらい治らんかったもん、そういうこともあるって思うしかここかゆい、うん、ないんですけど大丈夫絶対治るから、
で声出したら叫んだらふーって声になるから気をつけてください。で8位が、やばすぎる専門のしてる僕は読めないかもしれないです、ありがとうございます。えいはやばいです。7位がりょう、あ、うさぎちゃんありがとう、ありがとうございます。6位がまこ、新物ちゃんたくさん思いついたけど待ってごめんね、永遠に大好きなんちゃん、ありがとう、大好きだよ私もありがとう。そして5位がイアン、イアン昨日ねランキング入ってたみたいなんですけどなんか消えちゃったみたいな、いないなって思ったもん、今日洋服とありがとう。ありがとうございます。4位がヨッピー、元気の配信ありがとう、イエーイ。そしてじゃーん、3位がトモ、いつも楽しませてもらってありがとう、え間違えた間違えた、こんなやつ読んじゃったトモって言いながら、3位がトモ、新物に拾われた、あ私がトモを拾うみたいな感じ、なかったトモおいで、ちょっとベッド狭いけどありがとうございます。ザク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 、ありがとうございます。卵、卵、卵、何をしとったか、あ、分かった、こっそり押すわみんな C だよ、卵、卵に新物の投げ押しかもしれないから C 絶対ちゃダメだよ、もう新物密かに応援してるから、密かに応援してショールームで投げくんのかっこよかったことを事細かに話すからこれ絶対 C だし、うん、でじゃん、2位がコーン、ありがとうコーン、いつも楽しませて、あ、コーンでしたこれがコメントが、ありがとうございます、チキ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 、ありがとうございます。そしてドルル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 ル、ありがとうございます。ということで、あ、初見さんありがとう、元気もらえ嬉しいです、ありがとう、うん、中雨秋雨ありがとうございます。うん、新物すいませんけど明日の予定はどんな予定が、明日ねアニメと祭りあるので、配信時間もしかしたら12時過ぎ、もしかしたらじゃなくても12時過ぎぐらいだと思いますのでよろしくお願いします。覚悟ぜひお願いします。総理秋雨ありがとうございます。ポタさんこんばんは、ミミおやすみなさい、ということで皆さん来てくれてありがとうございます。早パターンは多分ないね、ちょっと明日の用事があるので、その話もちょっと12時以降の配信にしたいの、何をしたかね明日、島野がちゃんと早起きできたらなんだけど、明日ちょっと楽しみのワクワクのことがあるので、その話をじっくりとお話しさせていただきます。ということで皆さん来てくれてありがとうございました、バイバイ。マジ史上自分のことなんだけど、まあ、趣味ただの、うん、ひらにはなたもありがとう、コーンありがとうありがとうございます、ヨッピーもありがとうありがとうございます、宮根お疲れして角膜ブリブリありがとうございます。あ、メンバーに会うとかじゃないです、もう本当にただ自分の用事で、ちょっと待ちに待った、もしね、なんかこれ12月の結構頭の方に申し込んでたらしいんですけど、楽しみなことがあるんでぜひそのお話をさせてくださいまし。じゃったらわらちゃんありがとう、それがすごい嫌な思い出になったらこんなのでが何もなかったです、昨日もしないですそんな感じです。では皆さん来てくれてありがとうございました、バイバイ、おやすみなさい、バイバイ。